ちょっと一回いいですか、止めて。こうやってね、こうやってね、こうやって、はい、ここのが見やすいかも。こうやってやってんの、はい、これをこうしてこう、まずこれが違うでしょ。手伸びてるから、伸びててこうしてこの辺まで来て、そこから視点は肩、はい、だけどこうやってラケットはこういうふうにこうやって出てきてるじゃん、はい、こうやって出てきてるじゃん、はい、ここ肩を視点にポイントはここ前、あもっと前、ごめんなさい、ここ、はい、うん、お願いします。ラケットヘッドだって肘、そうそうそう、ま、もう一回ラケット下からちょっと力入りすぎ、あ、分かった、これでラケットが落ちてないの、ちょっと一回 ラリーを横から見て、これで今このラケットが落ちてないまま、こういうふうに どっちかというとこうやって打ってるような感じ、これをこうやってラケットが一回落ちるの、落ちてこういうふうに、ちょラリーお願いします。一回落ちてからインパクト、落ちてからインパクト、落ちてインパクト、落とすときにもう体重がすぐ前に行っちゃってるな、体ごと。左足のバランスで打てるオープンスタンス、それで振れるような感じのイメージ、重心もっと後ろで、そう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 、左足そういうふうに入らないで、ちょっとオープンで、そう、左足合わせてオープン気味で、上半身ひねっといてオープン気味で、そう、ラケット立てて、うん、ボール待たないで高いところで自分から入っていって、はい、そう、高いところで入っていって高いところ、そう高いところで OK、高いところで入っていって準備早くして、入っていって落ちて、そう、高いところで OK、 じゃあ左足から右足踏み込んで大丈夫、左足から前に、左足で合わせてから、オープンスタンスみたいにさっきみたいに入って、それから前に踏み込む、そう、合わせて、ありがとうございました、ありがとうございました、前で OK、 左前、そう、引いて前で、そう、見といて前で、そう、今のいい、今遅れた、引いといて合わせて前、そう、引いといて、良くなってきて、引いて前で、そう、引いて前で、 OK、 引いて前で、そう、引いて前で、上に上げないで、あんまり上に上げない、そう、リラックスして、ラケットが落ちてくる感じを、そう、引いといて、前に、OK、高いで、はい、そう、いいボール、引いといて、前で、OK、引いて、前で、そう、引いて、前で、OK、引いて、前で、引いて、前で、その時に入れてない時、うん、でもすごいいいボールになってる。はい、
前で。そう、毎回こう早く構えといて前に行きながら打つような感じ。そう、引いといて、で前で、惜しい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 。その時のラケットだけと軸ができてる感じとの違い。うん、OK、はい、で踏み込んで、OK、左足から右足前に踏み込んで、そう、OK、左足、OK、引いといて、前で、OK、引いといて、前で、OK、引いといて、前で、惜しい。ああ、ごめんなさい。できるだけテイクバックと左足で合わせて、それから踏み込んでいく、そう。左足とテイクバック合わせて前、そう、もっと前、し、前の推進力がちょっと弱くなるとボールがあんま飛ばない、もっと、そうそうそう、後ろから前に入る感じ、入っていって前に、そう、OK、後ろから前に、そう、後ろから前に、 OK、 後ろから前に、そう、後ろから前に、いい感じ、後ろから前に、ああ前に、後ろから前に、うんうんうん、オッケー、 でもだいぶだいぶ良くなってる。あ、やっとこのこういう感じが分かってきた。うまくできた感じがします。はい、ああもう一回お願いします。間に合わないですね、それをどう間に合わすのか。打たれるとね、はい、そこはもうちょっとこうだからもう力が入る打点と打点の勝負みたいな感じで、ここからバーン、ここからバーンっていう、こういうあんまり振る勝負じゃないくなってくる、はい、負けないバランスの状態でバーンってこう、はい、後輩ってこれが強い気がするんですよね。キャリオカですか、キャリオカですか。ああ、ああ横向きのまま、うん、そうですね。僕ちょっと普通の人は結構前に踏み込むとこ結構小さいかもしれないです。この押される感覚っていうのはこれ正体は何なんですか。スピードなんですか。バウンド伸びたとか。潰してる力がインパクトに
体重が乗ってこれを振る感じているもうこうやって力の入りを合わせている感じのところ、まあある程度多分大きいコースだんだんスイングになってくるけど、意識しているポイントっていうのはこの辺からこうやってやってる感じ、こうやってここからこうやって振ってるけど、ポイントはこの辺からグッ、この辺からこういう感じ。動画見てます。はい。でもある程度やっぱりこの勢いっていうか、こう慣れてきて小さくしながらここをだから効率よく当てていけてる感じっていうところを注意してるかな。大きくなったり、あんまり低くなったりしないで。